放送席、そしてヤフードームの皆さん、4勝目を挙げました荒垣投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。7回途中で3失点、ご自身ではどう振り返りますか？そうですね、途中までは本当に良かったんですけど、あの点を取られた回がですね、自分でもやっぱ課題になる点かなと思います。はい。ただ5回まではパーフェクトで、手応えどう感じてましたか？そうですね、自分自身、いけるところまで行こうかなと思ってましたけど、あの一発でね、ちょっと張り詰めた、気が抜けたというか、ある意味楽になりましたけどね。はい。ということは少し意識している部分がありますでしょうか、パーフェクトについて？そうですね、小久保さんのね、2000本もありましたし、なんとかね、僕もついていこうかなと思って、はい、飛ばしていきましたけど、はい。昨日の試合前には無駄なフォアボールをなくしたいというふうに話をしていました。今日はその意味ではストライク先行でフォアボールが1つだけでした。それについてはどうでしょう？そうですね、本当にもう良かったと思いますし、課題にしてきたことがね、できましたし、これをね、あと9回投げれるようにしていきたいなと思ってます。はい。またこれをつなげて勝ち星も積み重ねていてください。はい、ありがとうございます。荒垣投手でした。続きましては復帰初戦、復帰2戦目での初ヒットがタイムリーになりました本田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日ゲームに戻られて、今お立ち台でのこの大声援を受けてどんなお気分ですか？いや、嬉しいですし、今日僕がお立ち台立っていいのかなっていうふうには思いましたけど、はい。いいよって声が聞こえましたよ。そうですね、ありがとうございます。3回ワンアウトランナー3塁の場面で復帰しての初ヒットがタイムリーになりました。どうでした？いや、追加点が必要だと思ってましたし、今日は僕の中で本当1点差ゲームっていうふうに思ってたんで、なんとか早い回に、点を入れて、渚さんに、援護をもたらし考えていましたので良かったです。昨日は打線がみんながヒットが打つ中でヒットが出ない中、今日はどういうふうにして迎えられましたか？いや、ヒットが出る出らないの前にやっぱりここで野球ができるという喜びをかみしめて、野球やってました。そういう意味では首の痛みで休んだ経験というのは今どう生きてますか？自分の中でプラスに捉えて、やはり3週間休ませてもらった以上は、もちろん家でテレビの前でみんなが野球やってる姿っていうのが本当に正直羨ましく思いましたし、本当に野球って素晴らしいなっていう考えの中テレビ見てましたので、この悔しさを絶対戻ったら、自分が流れを変えてみせると思ってずっと見てましたので、それとこのお客さんの中でやっぱ野球ができるというのが本当に、楽しいです。皆さんに見えていたプレー以外の面でもベンチでも大きな声を出して非常に雰囲気を盛り上がっているように見えました。チームもこれでホームで連勝ですね。もちろん連勝連勝とここ続いていけばいいんですけど、一人一人 の雰囲気もいいですし、決して連敗しても悪くないですし、またファンの皆さん その大きな声援が、一人一人に届いてますので、本当に嬉しいです。おめでとうございました。ありがとうございました。本田選手でした。今日のヒーローは先発の荒垣渚、そして、復帰後初のヒットがタイムリーになりました本田雄一、両選手が呼ばれました。首を痛めて戦列を離れている間、家でテレビを見ていてやっぱり野球ができないことの悔しさを感じていたと、そして改めて野球の素晴らしさを感じたというふうに、本田選手言ってましたけれども、はい、そうやって一歩下がって野球を見ることによってまた野球の情熱がぐっと上がってくるっていうこともあるんですよね。そうですね、だからはっきり言って打率もそんなに
良くならなかったので、ある意味その、まあ、怪我をしたことによって、はい、あの気分を入れ替えられたっていうのもあると思いますよ。